久保さん、今回、無名の道にしましょうか。無名の道。僕たち無名じゃないですか。で、この前ね、あのヒカキンさんがね、活動を休止しますっていう、活動を休止します動画な、200万回ぐらい回ってるかな。ヒカキンさん。あ、300万回回しましたね <laughs>。そう、もう十何年やってきて、 初めて全ての SNS を止めるのは初めてらしいですね。で、こんだけもう日本のトップ、まあ、チャンネル登録も1000万人を超えたヒカキンさんですら初めてらしいですよ。やらなくなるのが。<laughs> やらないっていう選択をするのが。だからまあ、あれですよね。うん。無名の人が残されてる道っていうのは、もうやり、やり込むしかないですよね。だって、 ね、有名な人もやってんのに無名な人をやらなかったら今日やりやなんかでやってませんみたいなね <laughs> まあもちろんその有料広告やってるんだったら別ですけどねで無料で集客したいんだったらうんなんかやらないといけないですよねいろいろとうんまあこれからもね僕は無名無名であり続ける以上そのまあお金を使わず集客するんであるならば、まあ、やり続けるっていうことはね、まあ、マストでやっていきますけど うん、あ活動休止活動休あちょっとこれタイトルそのちょっとパクらせていただきます <laughs> 初めて活動をお休みさせていただきます日陰さんすいませんタイトルパクらせてください <laughs> そう ね、久保さんもね、まあ、媒体は変わりましたけどね、あの Facebook ライブも3000回か下やってたんですよね。で、今 YouTube ライブずっとやってますけど、まあ、僕もね、ライブ、そんぐらいやりましたね。うん。毎日3年ぐらいやりましたね。3、4年。毎日どうでしょうって。で、当時、久保さんからね、ちょっと茶ャ入れありましたけど。<laughs> でもね、あのライブやってて、ライブずっとやってたんで、 ライブ中に塾売れたりとか、まあライブでいろんなことがありましたね、やってて。で、今は僕はもうライブ、今形を僕も変えまして、ライブやってますけども、有料のライブとなりました。昔は無料でやってましたけど、今は有料ライブになりましたね。でも逆を言うと、まあそういう積み重ねをしてきたからこそ、金払ってでもね、そのライブに参加してしたいっていう方が出てきたっていうのは、ありがたいですよね。うん。だって、 青白王子とかも、ね、無料ライブやってるじゃないですか。で、有料ライブはやってるのかちょっとわかんないですけど、うん、僕の無名でもね、無名の僕でも、ライブを有料で金払っても参加していただける方がいるっていうのはありがたいことですよね。うん、でもね、有料ライブめちゃめちゃ楽しいっすね、うん。うん。有料ライブは本当おすすめです。ただ、仕切りはちょっと高いですけどね。 仕切りは非常に高いですけども、おすすめですね。うん、楽しいです。全然無料と全然違いますね。うん、なんかやっぱ、濃さが違うんで、うん、そう、盛り上がり方がすごく、なんか、もう、身内というか、うん、な、なんすかね、まぁ、あ、あの、うん、多分ですよ、多分、その、長渕剛さんがめっちゃ好きやねんって言って、 てる100%のライブって超盛り上がると思うんですよただなんかフェスとかあるじゃないですかで何人もアーティストさんが集まっているフェスも多分盛り上がるんだけどその盛り上がるんだけどもその熱量は違うと思いますね長渕みたいなねええちゃんみたいなでもそのフェスだと薄まるんで <laughs> そうやっぱええちゃんとかね長渕みたいなすごいね熱狂ですよねうん まあ無名でもね、有料のライブ行けますいってらっしゃい